はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の参考書にあります政府の数の計算特訓のページの ② をお送りします。まあ、前回の引き続きで、まあ、大問2の方の10問の解説です。よかったらお付き合いください。ではまず1番いきましょう。でちょっとねこっちの方が前回の大問1よりややこしいんだよね、全体的に。でこれがマイナス、カッコマイナス3の2乗、これポイントは指数がカッコの中ね。でプラス5割る2分の1です。でまず指数からやっていくので、この部分なんですが、さっきも言ったようにカッコの中に2乗があります。でこれはマイナス3が2つ分、こうね、マイナス3が2つ分ではなくて3が2つという意味なので、ここはマイナス9になります。で次に足し算と割り算が残ってるんですけど、割り算が先になります。じゃあこっちも行きましょう。でここは5かけるで割る分数っていうのは、かける分数を逆にするがルールなので、1分の2、つまり1分の2って2のことなんで、こう変わるんです。だから最初ね、うわめんどくさそうって感じがするんだけど、え、5×2 だから10じゃんみたいな、すごく簡単なの本当はね。でちょっと書き直すと、ここがマイナス9です、最初はね。で後ろを計算したらプラス10になりました。だからすごく簡単になったと。であとはこれを計算したら1でしたよと。これで終了です。ではどんどんいきましょう。で次がカッコマイナス9プラスカッコマイナス2です。でおそらくこれをやった後に見ると、うわ超簡単みたいな感じがするんですよ。でこれ暗算でできる子が多いと思うので、ちょっと意図的に暗算で今一回書きます。ちょっと見ててね。これは答えマイナス11なんです。で今ね、あ合ってる合ってるって思った子もいれば、もしかしたらプラス11、まあプラス書かないか、11って書いてる子が出てくるかもしれないですっていう狙いを込めてこの問題を作ったんですが、ちょっと話を聞いてください。今までこの計算特訓以外のページの時は、例えばみんなのね学校のワークとか塾の問題集もそうですけど、足し算の計算は、足し算引き算かの計算のページ、掛け算割り算のページってちゃんと分かれてるじゃないですか。でそうするとそこでルールをずっと使ってるから使えるんです。特にミスすることなくいけることが多いけれど、こういう風にいろんなものが混ざってくる。もちろん学校のテストは混ざります。中間テスト、期末テストっていうのは混ざってくるからね。の時にこれパッと見た時に、あ、マイナスが2つある、あ、マイナスが2つって足し算、あと答えプラスだったよねみたいな感じで思う子が出てくるんです。でもそれは掛け算と割り算のルールの話なんだよね。これは足し算加法なので、マイナス同士だったら答えもマイナスになるがルールじゃないですか。そこがちょっと混ざり始める、そういったことを狙って今このページを作ったんですけど、だからもしね、もちろん合ってる子も確認してほしいんですけど、合ってた子も間違ってた子もこうやっていろんなものが混ざってきた時、あれどっちだっけってちょっとでも思ったことがあるんだったら復習をするといいです。そうやってめんどくさいなって思う気持ちはすごくわかるんですけど、そこをグッとこらえて練習をすると学校のテスト本番の時にミスをしなくなるから。今はいいんです、ミスしても。へこまなくていいから、こんなんでミスしてもね。ミスしたんだったら、あ、やばい、ちょっとまだダメなんだ、もう一回練習しようと思って練習すればいいだけの話だからさ。いいかな。そのためにやってるので、まあ、そんな流れがあるんだと思って聞いてみてください。じゃあちょっとね、話しちゃいましたけど、次いきます。これはね、もうめんどくさそうですね。カッコマイナス5割る7分の6かけるカッコマイナス10分の3です。で、自分はですね、まあ、これ割り算掛け算しか入ってないので、この時は一気に倒しに行きます。一個ずつではなくて一気にやる。で、どうやるかっていうと、まず、マイナスが2つです。2つだから答えはプラスになります。まあ、プラスは書かないですけどね。で、長い分数を書いて、まず5。これは1分の5って意味なので、1分の5を乗せます。はい、かけるかける。割り算の後ろの分数はひっくり返すがルールなので、6分の7かけるかける。で、掛け算の後ろはね、ひっくり返しちゃダメだから、そのまんま10分の3と乗っけます。で、この時にね、たまにマイナスどうするんですかって言われるんですけど、最初にマイナスが2つでプラスになるよねって確認したから、もうマイナスのことどうでもいいんです。もう無視しちゃって構わない。
いいかな。で、あとは約分頑張ります。はい、ここが2と1。ここもだね。2と1。あとはできないかな。だから、答えが、4分の7でしたよと。これで OK です。で、次、指数ですね。6の2乗割る括弧マイナス3と。で、指数がね、最初にやってほしいので、これ6の2乗、6×6 ね。6×2 じゃないよ。6×6 なので、こいつは36になります。で、あとは36割る括弧マイナス3なので、まあ、マイナス1個だけだからさ、割り算答えもマイナスになると。で、あと36割る3。ね、筆算じゃない、暗算できない子は筆算でやってください。ちょっと暗算しちゃいますけど、これは12になる。つまり答えマイナス12でございます。で、次、小数の割り算ですね。マイナス 2.4 割るマイナス8です。で、これ割り算でマイナスが2つあるから、答えはプラスになります。で、2.4 割る8。まあ、一応やろうか。で、こっちに小数がないので、小数点がないから、小数点移動しなくていいからね。このままやります。2の中に8はありません。0です。で、点があるから点。24の中に8は3個。だから、3×24。で、綺麗に割り切れるので、答えは 0.3。で、最初にプラスってことは確認してあったので、答えは 0.3 でしたね、と。で、次、マイナス3、マイナス5ですね。で、この括弧がない形。で、こっちで慣れてほしいんですけど、ちょっとね、括弧のある方に戻したいと、こっちの方が分かりやすいよなんていう方は、これ、括弧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 つけてプラスが隠れてるんだよっていう意味と同じになるので、まあそう考えてもいいです。どっちでも慣れるまではね。だから、まあ、マイナス3とマイナス5を足し算してるんだと思えば、これはマイナス8になります。で、次、指数祭りですね。ここなかなかきついんですけど、カッコマイナス2の4乗、4乗外ですね。割る8の2乗です。で、こっちから行きましょう。ね、カッコの外に指数があるときは、そのカッコをその回数分かけます。だから、マイナス2を4回かけてるんです、これ。わーしょ。こんな感じね。あー、ごめん。こんな感じ。で、まあ、マイナス4つだからプラスになると。で、2をね、4回かけると16になります。だから、前は16なんです。で、割る。で、8の2乗は 8×8 なので、864と。で、こうなったとき、これ間違っても64割る16筆算しないでね。16割る64なので、あ、もう割り切れねえなと思ったら、割り算はこうなってたらこう変えます。こうです。だから、これ64分の16になるので、こうなる。で、忘れずに約分しましょう。これね、16で約分ができるので、4分の1になります。もちろん、いきなり16って気づかなければ、2で約分して、2で約分してって細かく約分してったらいいんだけど、最終的には4分の1になります。では、8番いきましょう。で、これは足し算引き算だけなので、まあ前からね、細かく1個ずつやっていくのもいいかなと。ここまでいきましょうか。マイナス 2.1、マイナス 1.3 なので、まあマイナス同士になるから答えもマイナス 2.1 と 1.3 足すと、3.4 になります。で、次に、マイナス 3.4 とプラス3をまあ足し算というか加えると、これマイナスの方が大きいので、マイナスになると。で、3.4 から3を引き算すると、0.4。まあ、一応筆算やると、3.4 から3を引き算すると。で、小数が入った足し算引き算っていうのは、場所を合わせなきゃいけないんで、こうだからね。こっちじゃ3じゃないよ。前の動画の時にも話しましたけど、3って小数点ないじゃないですか。小数点がない時には、右下に小数点隠れてます、ここに。書いてないだけで隠れてんの、本当は。で、そうやって合わせようと。で、やると、ここはね、引くものがないから4そのまんま、3-3で0。まあ、こんな感じですね。で、次はね、もう見た目的にちょっとね、気分を害しますけどね。めんどくさって感じがしますけど、これ割り算だけなので、このタイプと同じです。一
気に倒しに行きます。で、マイナスが3つあります。マイナスがね、3つ、つまり奇数個あるので答えもマイナスで、長い分数書いて、まず5分の4そのまま書きます。かけるかける、割り算の後ろの分数はひっくり返す。こっちも割り算の後ろだからひっくり返すと。で、あと約分頑張りましょう。ここはね、このまま消えます。1と2 3で約分すると2と3ですかね。で、あとはこれ以上できないので、あとマイナスを忘れずに書いてね、マイナス4分の43と。ちょっと狭くなっちゃってごめんね。これで OK です。さあ最後ですね、31-5-14かけるマイナス2の2乗といろいろ入っててめんどくさいんですが、まずは指数からいきましょう。ここです。で、ここまでたくさんやってきましたね。カッコの外に2乗がくっついてるので、マイナス2を2個かけます。つまりマイナス2かけるマイナス2です。だからこれ4だね。で、次にカッコの中の計算ができるので、ここ行きます。5-14、まあこれはね、暗算してしまってマイナス9です。で、そうすると、まあカッコつけておこうか。ここはね、31-9かける4に変わりました。引き算掛け算あるんですけど、掛け算が先がルールなので、こっち先にやります。ここまで行こうか。マイナス9かける4すると、串36なんでマイナス36になります。で、ちょっと書き直しましょう。31、ここのマイナスね、引く、ここ計算したらマイナス36になったから、カッコマイナス36と書き直します。で、そうすると、あ、カッコの前にマイナスあるじゃん、プラスに変えて、ここも符号を変えましょうと。そうすると 31+36 に変わるので、じゃあ暗算して67、これで終了という感じになります。いいかな。で、途中でもね、少し話をしましたが、こうやって、なんだろう、足し算のページとかじゃなくって、四則計算が混ざってきたり、指数が混ざったり、いろいろごちゃごちゃするとね、ルールが混ざります、頭の中で。で、よく、まあ、中学校入ってね、計算をしていくと、例えば算数が得意だったことか、小学校。ことかが、あれって、こんなにできないの？なんでこんなにミスしてるの？って、へこむ子も出てくるんですけど、いいんです。へこむ必要なんてないの。失敗して。最初からうまくいく子もいますけど、そういう子ばっかじゃないし、自分もすごい苦手だったし、最初。ね、ミスばっかりするタイプだったからね。でも、ミスをするなら練習をすればいいの。練習をしたら必ずできるようになる。で、ここは練習の場なので、たくさんミスしてください。ね、目標。ね、一番大事なことは学校のテストでちゃんと取ることだから。だからね、あまり気にすることなく、ちょっと根気強く頑張ってね、練習していってください。では、今回は中学校1年生の参考書の政府の数の計算特区2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。では、他のページもね、撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。